黒木ほのかのシークレットショールームほのけバラエティートーク。さあ始まりましたほのけバラエティートーク、ガイダパーソナリティの小山桃江です。番組前半は X で募集した投稿からこのアワードを決めるお時間でございます。今回募集していたのはこちらです。七夕のお願いを教えてください。なるほど、7月に入りまして3日後が七夕ということで、みんなのお願いなんだ。いやね、これ毎年この七夕の時期になると必ず私言ってることがあるんですけど、北海道は8月7日が七夕なんですよ。だからぶっちゃけなんか2回寝返る北海道民としてはね、北海道民としては、まあ、今東京にいるんで7月7日に願っておいて、まあ、ちょっと叶わなかったら北海道まで行って8月7日にもう一度寝返るんじゃないかなと思いますけれども、あ、ミコロンさんからももらってるんですよ。実はゲストね来てくださった佐々木みこえさんからのちょっと七夕の願い事もいただいておりますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。こちらです。でん、バック注射が一発で決められますようにコンということで、これね、みころんさん、これ最初大きく書きすぎましたね、これね。確実に文字もう決められますようにぐらいになってますけど、いやでもこれ私運転免許を持っていないので、正直この難しさがわからない。だって運転すらできないのだから。でも確かにこう大人になってから免許を取ってから上京すればよかったって思うことも結構あって、やっぱ北海道でね取っちゃった方が、東京の方がやっぱ車の数とかさ、道路の大きさだったりとか、北海道って割とさまっすぐな道が多いって言うじゃないですか。だからもう北海道で取っておいて、まあ、東京に住んでて車を運転する機会ってなかなかないと思うけど、取っておけばよかったなって思うことがすごく多いんですよ。だからもう本当にね、いつか取るときはまあ合宿免許ワオで行きたいと思います。本当にワオワオって感じで免許取れたらいいなって思っておりますということで、皆様のね投稿を見ていきたいと思います。チェックしていきますよ。まずはまさかずさんからですね。少しだけお休みが欲しいです。いてててててていてててて、え、わかんない。このね、まさかずさんがどんなねお仕事をされてるかわかんないけど、どうなん、なんか週休2日とかもないような、少しだけって言ってるからやっぱ休めてないってことなのかな。土日休みとかじゃなくて、もう、え、大丈夫、心配になっちゃう。このだって七夕にさ願うようなことじゃないよ、お休みが欲しいって。それでも切実にお休みが欲しいって書くってことは、もう相当ね頑張ってる、日常ね頑張って送ってるんじゃないかなと思いますので、私も正和さんにあのお休みが降り注ぎますように祈っております。続きましてあー、これね、もこじいさんからいただきました。すべてのトイレに空調がつきますようにわかるわ。今さ、なんかどんなに涼しいレストランとかのさお手洗いでもさ、まあ、駅のトイレもそうだけど、めっちゃ暑くない？本当に暑い。でしょうがないよ、そんな個室に一個一個に空調つけろなんてそんなことは言えないですけれども、本当にこもってるよね、トイレって、個室って。本当になんかそこで汗、私すごい代謝が人より70倍ぐらいいいから何をしてても汗かくわけ、私ってね。もう毎日いかに汗をかかないか、いかに涼しく過ごせるかとか、涼しいアイテムをいかにゲットするかっていうのに本当目がないのね。だからもう毎日2個くらい涼しい道具をねこう持ち歩いてるの。最近はメグリズムってあるじゃないですか、さんから出てるなんかね
ローションみたいなクリボディークリームみたいなのがあるんですけど、ひんやりローションっていうのがあるんだけど、それがいいよ。もうそれをくくってこう2プッシュぐらいするんだけど、本当ボディークリームみたいな感じで、こう首の後ろとかこう背中とかに塗ってくださいって書いてるんですけど、それをこうやってやった後に電車とかに乗ったらもう本当に凍えそうになる時あるこんなんなる時あるマジで。だからもうみんなこう本当に嫌だな、空調が暑いなって人はそれをこうちょっとこう2プッシュぐらいしてからトイレ行ったらいいと思いますでもすごいわかるわ、わかる、暑いよね。続きましてにわかあめさんからいただきました。カップ焼きそばの湯切りでシンクがベンって音する回数が減りますように。あれ何なんだ、何なんですか、あのシンク、お湯捨てた時にベコってなるやつ。あれ怖いんですけど、私絶対なるんだけど、うちも。あれってどういう現象なんですか、暑さに耐えきれないよっていうことなんですか。危な、シンプルに本当になる、うちもなる。もう最初めっちゃびっくりした、確かにボンみたいな、本当何か破裂したんじゃないかなって思ったぐらい。わかる、すごい。このにわかあめさんのカップ焼きそばでこうお湯捨ててるときね、まあ、カップ焼きそばといえば、まあ、あのおすすめしたいのは焼きそば弁当ですね。うん、皆さん食べたことある人もいるんじゃないかなと思う、まあ、結構さ、そのスーパーとかあのコンビニとかでも時々北海道フェアみたいなのやるじゃないですか。そういう時にあったりするんですよ、焼きそば弁当って。そのカップ焼きそばなんですけど、その本当にお弁当じゃなくてカップ焼きそばの名前がか、あの焼きそば弁当っていうのは北海道のあのすごく有名なやつなんですけど、すごいね、あれが一番美味しいね。でその湯切りのお湯でスープを作るんですよ。だからあのこうマグカップとか紙コップとかに粉をこう付属の粉を入れてこうお湯をこう捨てる、そのお湯で作るから、こう汁がさ、あの麺をこう絡め取った汁たちがこうスープとして飲むだから、あの、ね、普通に沸かしたお湯で入れてもねダメな、味が全然違うの。この湯切りのお湯で飲むあのスープがうまいからです本当にでこ続きまして DAIGO さんからいただきました。力が欲しい、これはなんかまたちょっと深いというか闇が統治法、あまりにも深くてちょっと統治法になっちゃいましたけど、何の力なんだろう。いろいろあるじゃないですか力って、まあ、権力、財力、まあ、シンプルにこう筋トレとかのさ、その力、何の力が欲しいんだろう。これ切実だなって思っちゃったよね。続きまして、うわでもみんなすごいたくさんねリプライ送ってくださってますね、素敵、みんな好きなあれがありますけれども、お、これかな、これとかいいかな。すごく優しいももかさんからいただきました。頭が良くなって背も伸びてお肌もツルツルになって、宝くじが当選してお金持ちになって、好きな人と結婚できて何不自由なく暮らせて幸せになりますように。あとほのかさんがずっと健康で幸せでありますように。願いすぎだよあ、どれか一個にしないと、やっぱもうびっくりしちゃう、織姫も彦星もあーってなっちゃうから、あー どれがってなっちゃう。でもわかるよ、頭が良くなって背も伸びてお肌もツルツル、宝くじが当選してお金持ちになって好きな人と結婚できて何不自由なく暮らせて幸せになりますよ、ね、私もそれ願いたいいやそうだよ、それがやっぱ幸せだよね、うん、願うだけタダだからねやっぱりね、うん、あ、じゃあちょっとこれ、ね、一個、東北の日本海さん、日本海、東北の日本海さん、関係者からです東北の日本海さんからです今後一切蚊に刺されなくなりますように。かゆいな
も気づかないっしょ、止まってても見ないんだもん、だって裏だし見えないし、自分からしたら裏だし、どうやって止まったわけここに、まずこうやってしててもこうやってしててもこうやってしててもここに止まるのはまず難しいわけなのに、どうしてここに止まって据えたのか、蚊のポテンシャルすごいよほんとえぐい、マジでえぐい、蚊ってかいい。しかもさ、こういうさ、ちょっと関節みたいなさとこ刺してくるじゃん、蚊って。この指のさ、この何、第一関節めっちゃ痒くない？こういうとこ刺されるの、ちょうどこの延長線だからね、本当にここだから。思い出させてくれたじゃん、忘れてて痒くなかったのに、見た瞬間痒くなってきちゃったよいいね、いいですね。これもじゃまだ紹介してもいいですか？あ、ちょっと待って。はい、ということでですね、紹介は以上でございます。まずは1番かなってほしいでしょうですね。1、いやーこれ難しいな、みんなのね願いがね、叶えばいいなって思うんですけど、でもやっぱりこれかな、一番叶ってほしいでしょうは正和さんの少しだけお休みが欲しいです。休めますようにね、あと書いとくから私がだから休めますように願っておりますよ、本当に。あとはね、ショーでしょ、やっぱあれかな、はい、どうにかなりますでしょう、こちら大吾さん、力が欲しい、はい、どうにかなるでしょう。何の力かわかんないからあれですけど、まあいろんなね種類が力にはあるし、まあ頑張ればね権力も手に入ると思いますからだってさ、暗記力とかもさ力なわけでしょ、で努力とかかっけーちょっと出てきちゃった、努力が、努力をすればね、あの努力も力って入ってますけど、なんかいい、なんかしらの力はきっとね手に入るんじゃないかなと思いますのでね、応援しておりますよ、力が欲しいってね。あとはやっぱりね、はい、私と、ね、同じ気持ちでしょう、東北の日本海さん、私と同じ気持ちでしょう、今後一切蚊に刺されなくなりますようにこちらをね授けたいと思います。本当お揃いですね、なんかもう刺されたのかな、もしかしたら今年もうすでに、だからこれを願っているのかもしれないね。だけどなんかすごいさ、去年とかもさ、すっごい猛暑でさ、東京が、それで蚊が減少したみたいな、なんかニュースもありましたから。でもね、やっぱあの暑すぎたらちょっとトイレの個室もまた暑くなってしまいますから、本当 どっちかね、いいバランスでね、あの保っていただけたらななんて思っておりますけれども、皆さんたくさんのリプライありがとうございました。では続いてのねお題をねここで発表したいと思います。こちらです。このスタジオにギリありそうなもの選手権ということで、なんかだっていっぱいありますもんね、やっぱこのスタジオ、ギリありそうなもの、だからなさそうなものをこう攻めていってあったらいいってことですよね。なのでなさそうなものがあったら優勝ということなので、皆様ぜひこのスタジオ、まあいっぱいありますよ小道具、やっぱねこういう番組いっぱい使いますから、ゲームもその坊やもそうですよ、ミコロンさんと一緒にやった坊やのゲームもそうですけど、いっぱいゲームとかもしますしね、書くものもいっぱいあるから、なんかギリありそうなものちょっと思い浮かんだものがありましたら、ぜひ皆さんはリプライで送っていただけたらと思います。ということでこちら番組の X からポストしておりますので、リプライで投稿してください。また YouTube のコメントでも投稿 OK です。以上このアワードでした。ということで後半に続く、黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。願います。欲望、願望、
私は。すっごい左に寄っちゃった。小山